皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB4175 のはーちゃんです。今回はイングリッシュブレッドのスクイーズを3種類購入したのでご紹介したいと思います。全3種類ということだったので、こちらの、はい、3色を購入しました。ですごくこちら欲しかったものだったので購入することができてすごく嬉しかったです。でこちらは特にこの中でもピンクがレアということだったんですが、ピンクも購入することができて、はい、すっごい嬉しいです。では早速紹介したいと思います。まずパッケージなんですが、イングリッシュブレッドと大きく書かれていて、スクイシージャパンと書かれています。こちらはスクイシージャパン×アイブルームのコラボ商品になります。イングリッシュブレッドと書かれていて、癒し系雑貨と書いてあります。こちらは1つ2300円でした。こちらの2つは1つ2300円だったんですが、ピンクだけこの中でもレアということだったので1つ3000円でした。こちらは3000円で、こちら2300円ですね。でこのパッケージなんですが、こんな感じでブラックとか濃いピンクとかのすごく大人っぽいおしゃれなデザインになります。こんな感じです。はい、ではこちら早速開封して紹介したいなと思います。はい、開封できました。こんな感じです。それでは早速紹介したいと思います。まず触る前にこのパンのゴツゴツ感が本当にすごいので、こちらを紹介したいと思います。このね、パンっぽいこのなんていうんですかね、ふっくら感が本当にすごくて、もうブルームさんさすがだなって思いました。このクオリティが本当にすごくて、もうこれはね、対象年齢15歳でもおかしくないぐらいですね。もう本当にお年寄りとかだったらもう食べちゃいそうなぐらいの、本当に小さい子とかお年寄りの方とか本当に食べてしまいそうなぐらいリアルですごいですね。もう本当にこのね、気泡とか表面とかすっごいリアルです。でここにブルームと書かれているんですが、 I love peach とかいつもの購入してるスクイーズのブルームというロゴよりちょっと大きいんですよ。多分パンが大きいからなのか、ブルームというロゴが大きいです。はい、ちょっとここをびっくりしました。はい、ブルームの、私が持ってるブルームのスクイーズの中でも多分一番大きいですね。では触っていきます。あー、すっごい低反発ですね。大きいからすごい触りごたえがあります。こちら、あー、すごいですね。こういうね、あのなんていうんですかね、つながり目っていうのかな、こういうつながってはいるんですけど、なんかこういう真ん中とかそういう線の部分とかはひび割れやすいと思うので、ちょっとひび割れないように注意して触らなきゃですね。はい、こんな感じです。でこちらですね、こちらはこれがノーマルで、これがショコラとかで、これがストロベリーかな。あのお店の人に聞かなかったからわかんないですね。はい、こんな感じです。はい、こちらもとても低反発です。触り心地は同じかな。はい、ノーマルのものと同じでとても低反発です。すごいですね。こんな感じです。ではこちらを触っていきたいと思います。この中でも一番、ね、レアというふうに言っていたんですが、無事にゲットできて本当に嬉しいですね。では触っていきます。あ、ちょっと柔らかいかも、これより。え、なんかこれの方が柔らかい気がする。お値段が違う、こっちのこれの方が高いので、それなりにちょっと違うのかな、そんなことないのかわかんないんですけど、なんかこれの方が柔らかい気がします。値段ではないのかわかんないんですけど、なんかすごいですね。本当にね、ピンクだけはこの中でも特にレアと言われていたので本当に買えて嬉しいです。他の商品ももうクレアさんでは入荷しないと言っていたので、今のうちに購入したんですが、本当に買えてよかったですね。ちょっとね、ここがね、触ったらひび割れちゃってあれなんですけど、はい、ひび割れないように気をつけて触りたいと思います。はい、こんな感じです。で、こちらのスクイーズ、ちょっと匂いはどうなのかなって思うので、触った後に、はい、嗅いでいきたいと思います。ちょっとカミカミですいません。では嗅いでみます。あー、
るスポンジ素材のスクイーズの匂いで、そんなに別に美味しい匂いとかはしないです。こちら嗅いでみたいと思います。あ、ちょっと違う。真ん中のやつはちょっとチョコっぽい匂いがします。え、うん、なんかこれいい匂いだ。こっちなんか普通のスポンジのスクイーズの匂いがします。ではこちら嗅いでみたいと思います。あー、スポンジの匂いがします。スポンジの匂いっていうか、よくあるスクイーズの匂いがします。香りなしのスクイーズの匂いですね。匂いは特にあんまりって感じで、これが一番いい匂いでした。それ以外はなんか普通にスクイーズの匂いがします。はい、そんな感じです。というわけで今回はすごく私が欲しかったイングリッシュブレッドのスクイーズのご紹介でした。もしね、購入できる機会があったら皆さんもぜひ購入してみてください。それではバイバーイ。